どうも、高井です。書店で平積みされている本の9割はタレント本。近年私は Amazon で本を買うようになってしまったわけですが、その原因が書店でのタレント本の平積みです。目立つんですよ。当然書店立ち寄ってそれだけ目立つから手に取ってみますよ。気になっちゃうもんね。でパラパラパラと読みます。でもこの内容前にもっといい内容のもあったな。ではお疲れ。手を戻す。この感覚ファンとかだったら、私そのファン好きなんだからあなたも買いなさいよとか、そのタレント好きなんだからあなたも買うべきだって押されるんでしょうけどね。ただ激怒されるんでしょうけど、つまらないから返すんだよって感覚なんですよ。私が本格的に本を読み始めたのは YouTube を始める1、2年前、今から言う5、6年ぐらい前。それまでは漫画とか小説は読んでたんですよ。そんな私が言うのもなんですけど、5、6年前本格的に読み始めた頃、こういう本から読み始めたんですね。これは神田正則さんなんですよ。ビジネス書に惹かれちゃってね、読み始めました。この本は値段は900円プラス税か。これが2009年の発刊ですが、オリジナルの方は1999年、価格は1600円ですよ。つまり20年ぐらい経ってるような本で、そっちの本の方がいいよねみたいな。過去のベストセラー、過去の凄腕の著者が書いたベストセラー第1本目の本をネット上でググって探して読んだ方がかなり勉強になるって私は思ってる本なんですよ。でそれを近年やってたんですよね。まだあるかな、まだ売ってるかなって。当然売ってなくなっちゃった、廃売になっちゃったような本もありますから、あ残念だなっていうのもあるんですけど、そういう本をちょっとずつ買って読み慣れた私にとって、近年のタレント本って正直つまらないわけですね。あなた自身はタレントやインフルエンサーのファンかもしれないので、そんなことない、お前も買ってもっともっと穴が開くほど読めって思うかもしれませんけど、私はそれでもつまらないと言い切る派です。あなた自身はどうなのかな。一度書店でタレント本を読んで考えてみる、そして過去の本も過去のベストセラーも読んで考えてみる、そしたら出版業界が今どういう向きで動いているのかってある程度読めると思います。一度立ち読みしてみてみは。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。